はい、こんにちは。いよいよ鎌倉時代に入ってきました。1回で全部ドーンってやってもいいんだけど、ただ長くなりそうなんで2回に分けちゃいます。まず最初の中心人物こいつで、その次これっていう形で2回に分けて説明していこうと思います。さあ、じゃあ行きましょうね。平安時代が終わって、いよいよ今度は武士の時代。平安の途中から武士が活躍しだしてきたよね。で、その武士の中心、源義朝とかいたね。平清盛とかいたでしょ。で、それが二つがドーンって戦ったのが平治の乱。勝った平清盛が政治の実権握ってく。平氏じゃない奴はもう人間じゃねえみたいな感じのもう傲慢な政治をやってった。でだ、この平氏を倒すため、今度は源氏が立ち上がっていくわけ。義朝の子供、頼朝。ね、それが登場してくるよ。さあ、じゃあ鎌倉時代、行きましょう。まずは、最初。1185。これさ、俺も中学の時さ、いい国作ろう、鎌倉幕府。1192って、まあ、習ってきたんだけど、最近では1185、ここなんじゃねえかみたいな感じになってる。おしまいが、1333。フィーバーしてんね、333。これ終わり。ね、1185、いい箱。1333。ね、1185から1333。鎌倉時代。まず、1185、この1185だ。兵士対、まあ、源氏だ、要は。ただ、源氏の中でも、ちょっと最初こっちから行くぜ。源の、頼朝のね、弟、義経。これが活躍して、平氏を倒した。これで、源氏中心になっていく。この戦いが、壇ノ浦。壇ノ浦の戦いっていう戦いで、平氏滅亡。で、これね、ちょいちょい聞かれるのが、この壇ノ浦何県ですか？本州の一番端っこ。九州寄りの一番端っこの県。はい、出た？もう探って今言うたしょ。OK。はい、ここだよ。山口県。行ったことねえなー、多分。山口県。行きたいねー。山口県端っこ、壇ノ浦。はい、じゃあそして、この後中心人物になっていくのが、はい、そんだよ。これは分かるかもね。はい、ここ。ね。源の、ああ、こっちじゃないよ。義経じゃないよ。義経は弟だから。頼朝。源の頼朝。弟の義経と対立する。で、こいつをとっ捕まえるっていう行動に出るわけだ。ね、仲悪かったってことだ。はい。で、1185年、国ごとに警察作ったから、国、軍、吏の国。ね、なんちゃらの国っていうのの警察官みたいなやつ。はい。これが、守護。はい。国ごとに守護を設置する。あとは、荘園ごとに管理人さんを置く。これをね、地頭っていうのよ。守護地頭、これもセット。守護地頭を国は、守護国ごと。ね、荘園に地頭。これを置く。守護地頭を設置して鎌倉幕府スタート。こんな感じ。はい。で、1192年。いい国作ろう。鎌倉幕府。まあ、いわゆるここだよ。はい。ここで、源頼朝が、征夷、はい、大将軍。なんか聞いたことない征夷大将軍って。平安時代の、そう、桓武天皇の時、誰だっけ？はい、坂上田村麻呂。これが征夷大将軍になって、遠くに桓武天皇の言うこと聞かない、エミシーのとこ行ったよね、征夷大将軍。それ、ね、その役職、征夷大将軍。ね、こっからはね、幕府の中の一番偉い人、それについた役職が征夷大将軍。いわゆる将軍様ってやつ。こっからスタートですよ。で、さらに頼朝はね、この義経をかくまったっていう理由で、奥州藤原氏、平安時代出てきたね、東北の藤原さん、3代で終わっちゃうんだけど、それを滅ぼす。だから3代で終わりにさせちゃったってことよ。中尊寺金色堂とかあったでしょ。それそれ。はい、こんなのが頼朝がやったことでね。これからみんなは幕府いくつか覚えますよ。
鎌倉幕府、室町幕府、江戸幕府、まあ3つ出てくるのかな。幕府っていうのは武士中心の政治をするところが幕府で、天皇がいるところは朝廷っていうよ。これ区別して、天皇がいるところは朝廷、京都にあるよ。で、幕府っていうのはまた別個にある。この場合鎌倉だからね、神奈川県ね。だから神奈川県の鎌倉にもでっかい武士中心の組織があって、京都にも天皇中心の組織がある。これ忘れないね。で、2つあるからね。で、幕府の方が力がちょっと強かった、だからみんなこっち勉強するってことね。こっちちょっと影薄くなっちゃってるっていう感じ。 OK。 はい、じゃあ行きましょう。じゃあね、この幕府の仕組み、幕府って出たら絶対仕組みを覚えなきゃいけない。もうしょうがない、頑張るしかない、これは。はい、ただ一番上はいいよね。ナンバーワン将軍、これいいっしょ。ここはもうさらっていっちゃう。ナンバーツーはね、これはよく聞かれるの、要は将軍のサポートですよ。はい、鎌倉幕府のナンバーツーは呼び方ね、執権って言います。執権でね、このナンバーツーの執権には代々、これももうセットで覚えような、執権につける人って北条さんっていう人、もう決まってたわけ。はい、将軍は源源氏ね、ただこれ3代で終わっちゃうんだけど。で、執権、その後登場するの、執権が登場してるんだけどね、ナンバー2北条さん。はい、その下にいくつかの部署があったってこと。はい、まず御家人の統率。御家人ってこの後勉強するけど、要は簡単に言うぞ、将軍の子分。はい、そいつらのまとめ役。はい、これをね、こうやって言う。はい、侍ところ。ね、なんか怖そうだよね。やばい奴らがいっぱいそうだよね。はい、それと、政治をするところ。はい、政治をするところは、もう同じ、政っていう字。ね、この字、この字、この字。はい。で、あと、ところって書く。ただ、これで、ね、正どころじゃなくて、万どころって言うと、万どころ。侍どころ、万どころ。かっこいい覚え方がないよ。で、裁判所。はい、裁判所は、これは、まあ、同じく漢字三文字じゃないだろう。門中所。侍どころ、万どころ、門中所。侍どころ、万どころ、門中所。誤解言えば覚えない。はい。で、そして、あとはね、さっき言ったよ。朝廷の監視。言ってることわかる？幕府があって、朝廷もあるでしょ。こっちが今ものすごく力が強まってるわけだ。こっちをちゃんと監視しておきたいってこと。なんかこれやってくると困るじゃんね。俺たちに力権限返せみたいな感じで攻撃されても困るでしょ。はい、なので朝廷の監視役、これをね、変な名前なんだよ。六原丹大、六原丹大っていう部署を置いた。さらに、はい、ここと同じね、国ごとに守護荘園の管理人さんに、次とね、はい、国ごとの警察官として守護ね、これを派遣すると。あとは荘園の管理人として次と、このような仕組み、仕組みはもう絶対覚えないといけない。さあ、1回目これでいいでしょう。じゃあ2回目は頼朝がもう死んだ後、次どうなっていくっていうお話をしていきたいと思います。さあ、じゃあまたね、一緒に頑張ってやっていきましょう。1回目はこれで終了です。さよなら。